です結構ね。ね、いわゆるこうテレビとか新聞とか雑誌とかって、インタビューして、その記事にして、で、その記事でいいですかみたいな確認とかって結構ここ薄いのよ。あ、そうです。もう言いなりになるしかないのよ。取られた方って。で、全然そんな表現じゃないのに、事実と違うやんみたいなのあっても、基本あんまり修正してもらえない。でも、社内法の場合は、そこもあんねんな。上司に OK もらわなあかんけども、インタビューした先の事業部からも OK もらわなあかんわけやな。そうです。そこが結構、ええみたいな修正が来ると大変です。大変やな。やっと苦労してうまくいったなと思って、でも上司に何言いたいのかよくわからん書き直して、やっと上司 OK 出たけど、やっぱり向こうからやっぱりこれじゃ違うからこうしてくれみたいなのできて、また変えなあかんのとか。とか、そうですね、たまに。あるよな。じゃあ一年中ずっと割と忙しいね。そうですね。なんか上司には計画立てて、計画立ててすごい言われて、やろうとしてるんですけど、全然うまくいかなくて、計画。まあ、計画性のある方ではないからなんかあんま計画立てすぎ、なんか縛られんのもしんどいなとか思って、でも一応そうとはして立てるんですけど、結局ずれていくみたいな。逆に、その広報として、社内報をね、そうやって苦労して大変な思いしてやってて、よかったなって感じるときとか、やりがい感じたとか、嬉しかったとかって、ちょっとなんかないの？やっぱりなんかパッと会った人とか、私のこと毎回知ってくれてる人とかに見たよっていう、読んだよと。読んだ、あの記事面白かったとか、もうあのシリーズもないのとか。あ、なるほど。もうやらんのと。そんそうなんで言うす。てもらえたりすることもあるんや。ありますね。なんかその社内報と SNS もやってるんですけど、SNS は普通にもうインスタとかをやってるんですけど、それも結構あの同期とかはたまに言ってくれて、あれちょっと面白かったとか言ってくれ、あなただって確かインスタ昔頑張ってたもんね、学生の時に。髪の毛ですか？あ、髪の毛のやつね。れはでも全然かち合いすぎて何とも言えないんですけど、 あれまでやってますよ。まだやってんの？今、なんか、年的に結婚式むっちゃあるんですよ。あ、なるほど、なるほど。友達も、その友達の友達の結婚があって、私、もうめっちゃ活躍しました、去年とか。やばいです。すごい。楽しいですす。ごい。今あれ、が。役に立ったんや。そうですね。まあ、友達に言われるんで、えらいなれをずっとやり続けてて、で、出した時に、別の友達があれやってみたいな。そこ、あれにしてほしいみたいな。もう言うと。今これ動画見てる人も一体何の話してんねん思ってるやろうけど、ヘアアレンジのね、簡単に可愛いヘアアレンジができるのを動画撮って、ね、インスタやってるのよね。いいんですね。あ、でももうなんかそのやり方やらんくなったんですよ。あ、そうなんや。理由は、やっぱりその結婚式のアレンジってなると、もう絶対、間に合わさなあかん、絶対綺麗なあかんってなって、やってる暇なくなったんですよ、本気すぎて。なるほどな、なるほど、もう必死でやってんねや。必死で絶対間に合わさなあかんし、失敗しても大丈夫なように余裕持ってやらなあかんしみたいな。じゃあもう完成だけ見せてんねや。あ、そうです、もう写真、完成写真だけ載せてます、サイト。あ、なるほどな。そう、もうお金取らなあかんレベルやな。で、めっちゃ言われるんですけど、撮ったらまた違うじゃないですか。あ、まあな。なんか楽しくなくなってしまいそう。なるほどな。なるほど。